今日はですね、熊本県山鹿市にやってきました。そしてね、ちょうどこの通りが豊前街道ですよ。まあ、街道の道って感じやね。これ何？本当やん、駐車場になっとるね。うん、本当やん。今日デビューの高山隊員、これ閉じとるね。これ昔何やったっちゃろ。うん、結構いろんなお店がいろいろあるね。てか 山川ディープだよ。きっとディープに違いない。来るときにそう思った。あ、いいね、ここ街道って感じやん。だって有形文化財、すごいね、いい感じ。うん、あ、この辺もなんかね、ランチやっとったり。うん、わ、すごい、ここなんかあそこに古い井戸を発見。っていうか昔のお家も結構あっていいね。これすごいよ、この井戸。ほら、このバケツで昔汲み寄ったったいね。うん、あ、下はもう閉じてあるね。こんな見ると大きくの井戸思い出すね。すごい。ねえ、これ珍しい、なかなかないよこれ。うん、お休みもあるね。60分100円で安いやん。なんか新しくできよる、ほら。うん、おしゃれ、色が山がカラーになっとる。この辺いっぱいいろんなのがねあるよね。何回か来たな。うん、山鹿温泉は昔山狩りをしていた方が鹿が温泉に浸かっているのを見つけて、そう、この地に温泉をね作ったらしい。っていうか鹿が先に知っとったってことやね。うん、そうそうそう、だけ山がって言っちゃって。あ、この祠も古っねえ。宿場町ね、確かこの奥にね廃墟があったっちゃん、前来た時。うわ、これ古いね。これ全部、これもでもほら屋根とかやばいよ。うん、ここもすごいね。うん、これが灯籠ね。灯籠祭りって有名やもんね。これの軽いバージョンを頭につけて踊るじゃろ。え、踊るの違う。あ、ここすごい、これレストランってよ。レストラン、うん、あ、これ貸し店舗になっとる。ここもなんかリボンとかなんやらね、前来たら売っとったっちゃんな。あ、売っとるね、おしゃれ。うん、ね、ここ有名でしょ。ここ、あそこくぐってみようか。金剛、うん、金剛成寺石門、これ有名よ。まあ、でもなんかいい感じ。
何この椿、これすごいよ。なんか普通の椿と違う。なんかなんか雰囲気があっていいね。そしてね、これ音がしてますが、これ温泉。おー、これ暑いかな。ちょうどいいぐらい。なんか上にあれがある。何度ぐらいかな。40度ぐらい。そんなないだよ。そんなないの。何度かぬるいね。あ、ほんとだ、すごいねこれ。国放題。え、てかこれ飲めるの。いや、飲むなっていう。そうやね、うん、郵便ポストの上にも灯籠が。伏線街道は半世時代熊本の城下と豊前の小倉を結んだ主要道路で、伏線街道とともに参勤交代のルートとしてよく知られています。あ、このマンホールスペシャル。これすごいよ、灯籠。うん、まあこれ銀行って感じやね。ね、今なんかえ、これ民芸館になっとうけど、いいねこういう建物。あ、ここもなんかあの 裏道がある。これなんかあるの、行ってみる。ここ裏なんかあるよ、路地。障子あります。こう行ってみようか。裏目や。そのまま読んでいいの。あ、これもね、登録有形文化財。あ、なんか素敵なお家がいっぱい。うん、あれ何、あれちょっと行ってみようか。こっちもすごい。こっちもすごい。これ何、これ行けるの。これ裏どこも出らんて、閉じられとるよ。いや、だけどすごいよこの辺り。ここすごくない？古い作りやね。うわ、これ裏がすごい。これ見てやれ、すごい作り。ここ、これ横がズタボロ、すごい。ほら、好きな塔が。てかさ、なんかこう石碑もあるよ。
すごいほったらかしやね。あのうちすごいね、なんか昔の作りなんだって、あの家の建て方がね。わ、ここすごいね、この通り。あ、ちょっとこの間入って行ってみようか。ここはすごいわ。この辺り結構ちょっともしかしてなんかありそうな気がしますね。ですね。こっちはなんか気になりますけど、これすごいよ、だって作りがこれ、うん、スナックバンビー、これもうやっとなんでしょう。これ作りすごいね。何これ、中になんか石碑がある。おいちゃんちゃんね。文字は、文字は書いてあるけど、文字が、文字がわからんね。わざとここにあれしとっちゃろうね。これ2階もすごいね、なんか。うん？これ降りたら下ったもん。うん。わあすごいね、いい感じ。クローズすごい作りやね、なんか。わ、すごい、ここの通り。楽しい手芸と毛糸の店って書いてます、うん、これやろ、うん、これ貸し店舗ですよ、うん、ここはすごいね。開いとるよ。100円、しかもマネキンさんがちょっとね、美人さんですね、うん、昔いたような。でも結構こういうところ掘り出し物があったりするとよ。てかさ、毛糸150円とか120円よ。安くない？すごい。あ、見よった、これなんね、これレディースオーダー山賀そうやん。これすごいビルやん、なんか。これあ、本屋もあったみたい。これすごいね。んすいません、これもうやめてるんですよ。これレトロですね。そうなんですよ。すごい。何店舗か入ってたんですか？そうですね、うん、もうそれ入ってったやろ。あ、これ住宅なんだ。これかなり古いビルよ。さっき行くとき気になった。商工会議所が入っとったとか。もう完全空きビルかな。これも空きビルかな、ね、うん、あれやろ、あれもすごいよね。あのベランダの装飾がね、素晴らしい。
この奥もなんか前あった。そうだそうだ、思い出した。このおまんじゅう美味しかったよ、前食べた。うん、時計屋さんとかも多分ずいぶん前のやろ。開いとるよ。これ誰？これでもすごいね。これ2000年とか多分古い昔のやん。そうそう、ね、しかも今外出中って書いてますね。ご飯ね、食べるとこね、探すとないっちゃ、探してないときはね、ちょこちょこ出てくるっちゃうね。でも空き店舗が多いね。あ、なんか古いのが売っとる、うん、売っとるんか置いとるんか。ペットショップもあるよ、なんでもあるやん。お寿司屋さんか。なんか可愛いお店もある、うん、気になるね、こういうところね。あ、ないよ。ここもあれもそう、すごいね。この辺結構すごいね。ここ屋根がでもなんかほらもう歪んどるよ。これは何だろう。ああ、本当やね、長屋やね、昔のね。うん、うーん、わ、なんか床屋か。これすごいね。あ、レトロー。うん、いいね。ここは保存状態がとってもいいね、うん、めちゃくちゃ綺麗、うん、結構宿場町とかね、もうあんまりないもんね、うん、なん月3,000円っていう駐車場安いね、うん、K だけね。やおや一番何でもあるやん、昔ながらのね。あ、ここ全部酒屋か。あ、湯気が出とる、ほら。うん、温泉やん。へえ、どこ、なんか行ってみようか、資料館。これ今青い県なんちゃらってあるちゃろ。新種できました。新種、行ってみよう。こんにちは。こんにちは。わ、すごい、お酒の匂いが。え、これすごいね、こんなのがあるんだ。新発売。これあるやん、駄菓子で。ね。明日楽しみ。本当やん。面白い。ゆうちゃん、お酒お店って出さない。変わったの。それ面白い。福岡でないじゃない。おお、これ古いね。これ。
すごい。この酒蔵でだから使ういろんな道具でしょ。昔のね。あ、これも古いよ。ほら、結構いろんなのがね残っとる。すごい。歴史があるっちゃね。昔からずっと、うん、大正。へえ。レジとかすごいね。これ橋のレジ。実はこの横のが昭和30年代に使ってたコピー機だって。これカーボン紙を使って、なんかもう複写機的なやつやね。昔のこれタイプライター、すごい。これ文字入れてね、うん、わ大変やん。見て見て、日替わり、なんかちょっとリッチなレストランって書いてあるよ。そしてランチはですね、グルメクラブで、ここね、ちょっとリッチなね、贅沢なお食事っていうのがね、コンセプトでしたね。そしてこれコーヒーまでついて、なんと880円、ね、リッチですね。山田はね、結構ランチのお店少ないんで、もう見つけたら入って食べた方がいいかもですね。結構歩いててもなかなかないですね、ランチのお店ね。夜のお店とかは結構あるんだけど、夜のお店がランチとかねやってないみたいで、うん、全街道の列に何軒かありましたね、うんうん、この他の通りはね多分ねちょっと情けですね、うん、であまりやっぱ人が歩いてないですね。海老蔵が来てるっていう噂があったんですけど、ガセ、あ、来るは来るっちゃんね。そう、ポスト貼ってあるけん。来るは来るけど、今一旦帰ったっちゃろ。で、また来るっちゃろ。よう来とんちゃうもんね、あそこはね。うん。八千代座有名ですよ、中もね、すごくて。あそこはなんか文化財になってますもんね。まあ、なってますね。素晴らしいところです。ゆうこさん、美味しいですか？ランチ、どうでしょうか？うん、リッチなハンバーグ、デミグラスソースがけ。ですね。でも安いっちゃない、これコーヒーついて880円は。でもソースが美味しい、うん、デミグラスソース、デミグラスソース、うん、ね、パスタのためにちょっと食べてみましょうか。やっぱり、ね、街歩きね、ランチも楽しみの一つですもんね。いただきます。うん、柔らかい、ね、美味しい、うん、美味しい。羽鳥さん、今日女性に囲まれてハッピーな状態ですよ。両手にハマって今日両手どころじゃない、後ろにもいますよ。今日熟女デーですね。うちはあの熟女が多いんですよね、うん、熟女と メンズは、メンズも結構みんなねすごいよね、元気やね、みんな60代でもめっちゃ元気やもんね。ほんとみんな健康、健康が取り柄です、うん、健康クラブで書いてある。そうそう。福岡探検クラブでは随時メンバー募集中。20代から、いや10代でも OK、 上は果てしなく、健康でよく歩ける人なら誰でも OK です。説明欄見てください。